はいどうもコミーです。さて本日はこちら TH コンピューターさんから、お届けしたいというふうに思うんですけども、ちょっと余談ですけどね、私のこの、コミー撮影用アカウントこんな感じ結構ね育ってきてまして、今タウンホール7なんですけど、意外とね最初まあ序盤1からやっていくのも新鮮でいいですね。今私これで合計3つ目のアカウントになるのかなになるんですけども、まあさすがにこれフル完させようとまで思いませんけど、まあぼちぼちですね、時間の空いたところを使って、まあ、やっていこうかななんていうふうに思っていて、まあこれからも、徐々にこう育っていくね、このアカウントをお見せできるかと思いますので、まあそちらの方も、あ、このくらいいったんだなとかね、見てもらえたら嬉しいなと、嬉しいなっていうか、まあ自己満足かもしれないですけどね、思うところです。はい。で、今ですね、TH コンプリーターさん、これ、マスターリーグじゃない、チャンピオンリーグの1位にいてですね、まあ、やっぱりここ激戦で、見応えのあるね、攻防が本当繰り広げられているんですけども、その中から本日ご覧いただきたいのは、空攻めですね、を見てもらいたいと思います。まあ、最近ですね、空のアタックを、やる方っていうのは、まあ、ライドラとか、ドラゴンはいるんですけど、バルーン使ったアタックってあんま見ないと思うんですよね。なんですけど、ちょっとこうね、場合によってはそれが結構通用するっていう、まあ、ケースが、よくあるように最近思えていて、まあその辺っていうのもですね、この動画の中でまあ触れていけたらなというふうに思います。でですね、今回のアタック、まずこの1本目、まあ、合計今回3本ご覧いただきたいんですけども、1本目は、ここ、ババキンでホールも含めてカットします。で、ここのところですね、ここのところを、これ、ロックボーマープラス、ライドラを継ぎ込んでいって、一気に破壊して、ここからこうですね、バルーンを回していくっていう、まあそんな感じの、感じですね、バルーン。まあ、そんな感じのプランになってます。で、このまあ3本全てに関して共通して言えることなんですけど、ですね、基本的に、陸のクロスボウが多い配置だったり、あとはですね、インフェルノタワーがシングルが多い場合、まあ、今回で言ったら3本ともこれシングルインフェルノですね、これとこれとこれ。で、こういう場合っていうのは、非常にですね、バルーンが刺さってきます。逆にドラゴン刺さりにくいですね。なんでかっていうと、当然ながら、シングルインフェルノタワーって、最大火力ものすごい、ね、勢いになってくるので、ドラゴンがターゲットされると一瞬でこう溶かされていって、一瞬でもないか溶かされていっちゃうんですよね。なんですけどバルーンならその数の力で、シングルインフェルノを押していけるし、なんならこの、ラバーハウンドが弾けてくれるとパピーのおかげでこうね、そこにシングルインフェルノがターゲットを取って、で、ターゲット分散することができますよね。で、もう一つ美味しいのが、イーグル砲のターゲットもラバーハウンドが取ってくれることによって、バルーンがそこに巻き込まれないんですね。で、これらのまあ要素、3つですね。あ、2つかな。インフェノタワー、シングルの要素と、あとは、イーグル砲の着弾っていうのを、ラバーハウンドがもう単体で取ってくれるっていう、まあその要素。で、結構ですね、バルーンが回しやすいことが、ね、多々あります。なんで意外とですね、トライしてみるとこれ、思いのほかうまくいくと思いますので、まあ、投石機非常に怖いんですけど、そこさえちゃんと、気をつけていけばですね、割といけちゃうかなっていうのが、まあ、この、タウンホール13の、シングルインフェルノ、ないしは、陸のクロスボウが多めの配置を相手にする場合の、考え方になるのかなというふうに思います。ちなみに、今、ロイヤルチャンピオンを、ですね、こっちから、こう入れていきましたけども、なんでかっていうと、これですね、ここにあるクラン城、これを起動させたくなかったから、こっちからではなくて、で、最後、終盤にこっちからこう入れてたんですね。まあ、そういう、考え方があったのかなと思います。途中で、なんだ、援軍をこれね、釣ってしまうと、中何入ってるか分かんないんで、ドラゴンとかだった場合、本当に、バルーンが致命傷を食らいかねないんでね、そこを注意しての、最終盤における、そのロイヤルチャンピオン投入だったのかなと、というふうに思います。はい、ではですね、早速2本目いってみましょう。2本目ちょっと飛んで、この5戦目から、見ていただきたいんですけども、ミダゴグさんですね、この方のアタックがですね、なかなか、本当にいつもすごくって、
私自身もなんて言うんでしょうね、いつもその攻め方が割とバラエティに飛んでるんですよね。なんで見てて面白いアタックになるんですけども、さて、クロスボウ今これ全部見ると陸ですよね。でインフェルノはまあこれとこれがマルチになってるんで、これをどう処理していくかってところにまあポイントが置かれます。考え方としてはここをですね、一気にこうヒーローパートで処理していって、こっちに関しては突撃感を当てていきますね。で残ったこのルートを、バルーンで押していくと、こうかバルーンですね、で押していくと、まあ、こんなような、感じのプランニングになってます途中なんか日本語喋りながら英語書くと頭こんがらがっちゃいますね。でですね、ここでもうすでに投石機1個と、あとは対空砲を追っていて、さらにここ赤錦からの赤錦ですね、赤錦からのと赤錦かいろいろなんか頭混乱してますね。赤錦でクロスポがないんでバルーンの伸びが半端じゃないんですよね。一気にこの区画を削っていくと、で残ったところをこうバルーン回していくって格好になるんですけども、ここからポイントになってくるのはですね、まずケルトンの呪文をちゃんと使っているということですね。これタウンホール12でも結構ですね、アーチャークイーンの処理にスケルトンっていうのはまあ鉄板になってますので、まあそれを確実にミダゴグさん今回やっていて、相手のアーチャークイーンっていうのもスケルトンで処理していく、レイジを重ねるのもポイントですね。さらにここ間違えた、ごめんなさい、ロイヤルチャンピオン、こっちから出していってますけど、今ここにいますよね。でロイヤルチャンピオンは、今なんでここから出していったかっていうと、ここに投石機があったんですね。投石機、これを破壊していくためにロイヤルチャンピオンを、3次面から出していって投石にぶつけていったっていうところですね。まあ、なるべく投石機早く壊したいので、そこに関してはロイヤルチャンピオンのフォーミングシールドもしっかりと追加しながら、破壊を、進めていったというところ。あともう一つはですね、今回バルーンのルートがこんな風になってましたよね。なんでこっちから本体のメインのバルーンを流し込んでいくのもまあ当然大事なんですけども、こっちからですねサブのバルーンも出していくんですね。こういう風に出していって、バルーンがこっちにそれないようにしっかりと、ケアしていく。まあこれはホグライダーでも同じなんですけど、ざっくりまあ書いてこんなような L 字型になっている場合には、必ずメインとこっちからのサブ、この2つっていうのをそれぞれ、出していかないと、変な方向にこうバルーンが飛び出ていって、しっかり行きたい方向に行ってくれなくなっちゃいますんでね。このサブの力によってこれを抑え込んでこっち側にこう流していく、まあ、そんなようなね、バルーンだったりの出し方っていうのは、まあ、これはちょっと余談ですけども、まあ、非常に重要なポイント、これをきっちりやっぱりやっていくあたりも TH コンプリーターさんのリーダーミダコグさんのその、技術かなと思いますね。かなり今中盤忙しかったと思うんですけどね、スケルトンを打ってさらにそこからバルーンを横から出してとかいう風にやってるのは、まあ、慣れてくると、なんていうんですかね、ブラインドタッチでバン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 やっていっちゃうなんていう風な方もいらっしゃいますけど、私、まだ全然それ自分できないので、まあ、見てて本当すごいなと思うレベルのアタックですね、これ。私ならこうとか言うのはちょっとなかなか言えない感じですね。で、最後、これ3つ目ですね。これもそう、陸のクロスボウがバンバンこうあって3本ですよね。非常に食い火は回しにくい配置になってます。まあまあ、ここのあたりっていうのを、クイヒーで持っていけば、なんとなくですね、ディガホグをこんな風にまあ回していけるのかななんてイメージもできますけども、クロスボウの陸がなんせ多すぎて、ちょっとこれクイヒー回すには非常に苦労しますよね。なので、そういう場合っていうのは、まあ、バルーンを使うんですけども、今回ですね、驚きなのは、コウモリが5体ここにこう入っているってことなんですね。これをですね、まあ、どう使うのか、ぜひぜひ見ていってほしいっていうことと、今、シングルインフェルノが、クイヒーだったらイエティ、あとドラゴンの対策で、非常に増えてきてるじゃないですか。これはまあ、トップの本当にこういう、チャンピオン1のリーグでもこんだけ増えているっていうことからしても、まあ、言える、事実なのかなというふうに思うんですけども、それを逆手にとってのコウモリっていうのは、本当に、これからもしかしたらですね、新たな流行りになってくるかもしれないんで、押さえておいた方がいいと思います。事実、私も、まあ、ここ最近、このリーグ、今回のリーグでもそうですし、ボンクラ、ポンコスのボンクラ、私もこう出させてもらってるんですけども、コウモリで全開取るケースっていうのが結構ですね、あります。
なので、ね、選択肢として全然ありですね。でですね、今回、ざっくり言うと、ここヒーローで潰していきますよね、ここを。で、この辺りっていうのをバルーンで潰します。で、ここですね、ガッとここにコウモリを刺していくんですね。まあ、こんな感じのプランになっているので、まあ、見てほしいんですけども、これもバルーンは正味ですね、最後まで、まあ、残んなくてもいいというか、伸ばせるとこまで伸ばす、ないし、まあ、イーグルぐらいまでは落としてほしかったとこかなというふうに思いますね。でそこまではきっちりと、バルーンが伸びてくれている。で、コウモリの呪文をしっかりアイゴレでウィズトのターゲットを取ってから出して、シングルインフェルノはもう完全に問題なしと。そのままコウモリで押し切る。で、ちょっと厳しいこのマルチ施設ですね。透析機とウィズトをしっかりと、フリーズで固めて、さらに逆方面にあるウィズトには、これロイヤルチャンピオン、こいつを出していって潰していくというところですね。まあ、ロイヤルチャンピオンがですね、防衛施設を優先的に攻撃する、まあ、ヒーロー、体力高い系のユニットっていうところがあって、あのウィズ島とかの外周にあるウィズ島なんかを潰すには全く問題ないというか、むしろ絶好のユニットになってるわけじゃないですかね。でそれっていうのを最後の本当に、局所的なところに使っていくと、まあ、最後そのコウモリがやられてしまうリスクっていうのを激減させることができるっていう。アイスゴーレム、あとフリーズ、まあ、ロイヤルチャンピオン。これらが今コウモリを伸ばすのに絶好のユニットになってますんで、まあ、そのあたりを上手に使っていたっていうところですね。いやー、お見事ですよね。綺麗なんで、本当にね、こういうコウモリ戦術が、まだまだこれから使える配置増えてくる可能性もあるし、まあ、今現在、使える配置がもうちらほら出始めているというところはですね、皆さんまずちょっとぜひお話ししておきたい点だった。ということと、まあ、それプラス同じ、まあ、理屈になってくるんですけども、陸のクロスボウ、あとは、シングルインフェルノ、まあ、こういうのが出てきてもどうやってそのクイヒーディガフォグやクイヒーエティドラゴンやっていくのかなっていうふうにだけ考えてしまうと逆に足元を救われるので、もう私つい先日ですね、まあ、この3つをやっておけば大丈夫ですよなんていう動画を出した手前でこんなこと言うのも非常に難なんですけども、今言った3つが使えなかった時のために、ちょっとそろそろですね、まあ、空バルーンっていうのも、徐々にこうね、使えそうな配置があった場合には、まあ、クラン対戦一回こけれるような環境で練習してみる、まあ、っていうのもね、ありかもしんないなっていう感じがしてきますね。ぜひぜひ、本格化する前に少しこう気づきになって、頭の片隅にバルーンという選択肢も、ね、残しておくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、では本日の動画この辺りで失礼いたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたします。バイバイ。